非上に置かれた固定電話固定電話とは携帯電話などの移動体電話の普及に伴って一定の場所に固定された電話を指して使われる再命名による故障。特に個人宅に設置されたものは家電もしくは一般電話とも俗称される。ビルのエレベーターについては月曜日になれば誰か気づくため影響は小さいがホームエレベーターでは閉じ込め事故で死亡者が出ておかしくない。 日本では、0ABJ 方式の電話番号を付与された、加入電話や、共同電話、IP 電話を指す場合がほとんどである。移動しない例5例番号の IP 電話、固定して使用することを想定した、携帯電話を含む場合がある。0ABJ 電話の場合、設置場所が電気通信事業者により特定され加入者が無断で、移動できないようになっているため、 電話番号から契約者の所在地が判別できる。このことから、許認可や契約行為の際の所在地を確認する電話番号として使用される。貸金業者は、貸金業法の規定により、貸金業登録簿に記載できる電話番号は 0ABJ 電話のみとされる。警察、消防当局は、それぞれの緊急番号である110番と119番の受報において、 その位置を知ることができる。申し込みにより、当該番号に付加する特殊電話サービスを利用が可能な場合が多い。2017年の固定電話の世帯普及率は70.6%で、世帯主年齢が20代で5.2%、30代で29.2%、40代で70.3%である。かつて6000万件以上あった。 契約数は2000年度に携帯電話に追い抜かれ、2018年度は2000万件を割り込んだ。携帯電話や s n s で家族や友人と連絡し、固定電話に不慣れなまま就職する若い世代には、職場の固定電話に着信があると緊張し、わざと電話を取らなかったり、電話を体中に泣き出したり、果てはそうしたストレスから離職したりする者も,もいる。 このため固定電話応対の研修や代行を行う企業もある。ありがとうございます。